アメリカ軍正式ピストル、ベレッタ M92F。 イタリア製でありながら、1985年コルトやスミス&ウェッソンを抑えて、後に M92F となるベレッタ M92SB がアメリカ軍正式ピストルの座についた。アルミニウム製のフレームとスチール製のスライドの組み合わせや、アメリカ軍からの要求で装備されたダブルアクショントリガー、ダブルカーラムマガジンといったメカニズムは、現代オートマティックピストルの方向性に多大な影響を与えている。卓越した操作性、耐久性と安全性を併せ持ち、アメリカ以外にもイタリアとフランスなど正式採用している国も多い。